はあ、夕食食い終わったけど、なんか物足りなかったな。わかる。まずくはなかったけど、全体的に辛さのパンチと油のコクが足りねえって感じだ。野菜、鶏肉のささみ、フルーツが中心のレシピだった。量は十分だと思ったが、痩せじゃなく引き締めのためのメニューと言ってましたね。でも野菜ばっかじゃ食った気がしねえんだぞ。俺様とこいつは大会に出ねえんだから、肉と揚げ物食わせろってんだ。こんな時間に誰だ？お届け物です。ポムフィオーレのエペル・フェルミエさんはこちらに？はい、エペルは僕です。サインお願いします。大きな段ボールが10箱届いてます。玄関に置いてしまっても？え？ 10 箱も？はい、差出人は、あ、こちらもフェルミエさんです。ご実家からですかね。どれも重たいので持ち運びに気をつけて。あっという間に段ボールでオンボロ寮の玄関が埋まったな。うわぁ、絶対バッチャ、あ、おばあ様からだ。もう電話で何度も送らなくていいって言ったのに。なんだ、実家から絹の反物でも送ってきたのか？いえ、そんなすごいものじゃないかな。僕の故郷はリンゴが特産品で、多分これ全部リンゴジュースです。全部？ジューススタンドでも開けそうな量じゃん。あ、箱の中に手紙が入ってる。何何？売れ残ってしまい、賞味期限が近いです。学校の友達と分けてください。はぁ、もう売れ残り場押し付けるなよ。でもこんなに売れ残ってるなんて。飲み物だけをたくさん送ってくれるって、エペルもすごいお坊ちゃまなんだな。え？あ、なるほど。エペルはリンゴジュースのブランドにこだわりがあって、これしか飲みたくないとか？全然そういうわけじゃないかな。よかったらみんなも飲んで。リンゴ果汁 100% 保存料なし、ビタミンたっぷりだから、ジュースだけどビルさんも怒らないかも。味は保証するよ。なんだ、やっぱジュースにこだわりあるんじゃん。あ、メルシー、ムーシュ姫リンゴ。ありがたくご馳走になるよ。ご実家の皆様に感謝を伝えておくれ。玄関を段ボールで塞がれていては出入りもできない。とりあえずこの箱たちを談話室へ移動させよう。みんな、荷物の移動を手伝ってくれてありがとうございます。早速だけど、よかったらリンゴジュース飲んでいって。リンゴに含まれるクエン酸やポリフェノールは疲労によく効くんだ。歌やダンスのレッスンで疲れた体にぴったりのはずかな。栓を開けただけでリンゴの甘酸っぱいいい匂いが、みずみずしい香りだ。私もいただこう。これはセッポン。実に美味だよエペル君。どれどれ、俺にも一口くれよ。おー、本当にうまい。リンゴそのものって感じの味がするぜ。リンゴ 100% なんだから、それはそうだろう。でも確かにうまいな。さっぱりしてていくらでも飲めちまいそうなんだぞ。こら、グリム、瓶に口をつけるな。まあ、ラッパ飲みしたくなるのもわかるかも。ごくごくいけんね。酸っぱすぎず甘すぎず、喉越しの爽やかさはまるでリンゴ畑を吹き抜ける涼やかな風のようさ。愛情を込めて真摯に作られているのがわかる一品だ。そうでしょ。このジュースは何種類かのリンゴをブレンドして作ってる
故郷の自信作なんです。蜂蜜を混ぜれば喉にもいいし、歌の練習の後にはぴったりかも。あ、ジュースだけじゃなくて取れたてのリンゴもたげめ、うん、美味しいんですよ。熱の入ったトークだ。いいね、ムッシュ姫リンゴが故郷をとても愛しているのが伝わってくるよ。でも奇跡の国の片田舎で作っているせいか、どうも知名度が低くて。へえ、こんなにうまいのに、なんかもったいないな。年々観光客も減ってて、このままじゃ。あんたたち、いつまで談話室にたむろっているの？